とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、アイテムが、残り17個持てますので、デイリークエスト、久しぶりに回っていきましょう。今日は結構いいところ出てるっぽいので、3つ、行ってみます。それではまずはここですね。孤立した城、いや違うか、そうか、孤立した城だったかな、ここは。まあ、とりあえず、雪エリア来てます。1回ダウンすれば終わりっていう、なかなかきついところ。途中で変更もね、出てきてやばかったのよ。やばかった。でもまあ、うまいことね、壁を使ってやり過ごすことはできましたね。あとここを3つクリアできれば終わりだね。最後ボス出てくるよね。あ、でもイリュージョンなんかなんかそう大したやつではなかった気がする。うん、でもね、敵の HP がね 110% 増加して、自分の HP がね、 HP じゃない、ダメージが 40% 減少してるんだよね。うん、この手前でイリュージョナーにあったけども、だいぶ倒すのに時間かかったよね。となると、あ、そうか、こういうところで武器をちょっと使っていけばいいか。うん、確か3つ目をこう解放した時はあんまりね、雑魚は出てこずにボスが出てきた気がするんだよね。雑魚あんまいなかったよな。どうだろう、覚えてない。 OK、装備変えとこうか。もしものためにさ、ワンパンいけるように、一応これでいきましょうか。いや、いけ。やっぱり来た。あー、なんだ。あ、雑魚敵も一緒に出たから、ついでに倒せた。で、あとは、雑魚を倒して、おしまいですね。一応3つずつ取ってます。出るかな。まあ、ここであと変更が出てこなかったらクリアできるはず。よし、 OK ね。近接でね、さっきちょっと言ったんだけども、トゲのやつと当たって一発で死んだ。やっぱね、近接でも弓でも弱点はね、お互いにあるから、ちょっと難しいとこだよね。ということで、幸運つけてクリアです。ここの大当たりは冬の指先だね。実際のところクールダウンと、ロールチャージがついてるのは持ってるのよ。それプラス、あとバーストボーストリングがさらについてるやつが欲しいところです。何が来る。外れ。次行きましょう。2周目はカボチャですね。4人パーティーになりました。でナイトボード引いちゃって、ちょっとねカオスな状態になってるんだけども、まあまあいけるでしょう。なんか4人で乗り切ってクリアしちゃいましょう。キャプテンは全部で3体。ここはもともとね、キャプテン少ないところなんで、まあ、仕方ないと思います。まあそこでようね、ナイトボード引きましたよ。まさかこれが来るとは。もうしかも4人だから、出てくるやつがね、半端じゃないのよね。むちゃくちゃ出てくるんで、結構4人パーティーのナイトモードは辛い。うん、ちゃんとね、みんなが役割分担しないと、これはね、きつい。よし、OK。これ装備変えれる暇あるか？行くか、なんとか、なんか俺も装備変えよう。よし、オッケー。あー、いや、もうクリアするよ、クリアするよ。いやー、これ装備変えるのも難しいわ。それでは、見てみましょうか。3体だから、そんなにね、期待はできない。旧兵と、なんだ、ダイヤモンド、あー、よろしくないね。じゃあもう一周いきます。
ちょっと次に行くのにここを挟みますね。うまいこと締め具が出てきました。最後は、壊れたシタデル。あそこが出てるみたいなので、やっていきます。あ、また一人入ってきましたね。最後はシタデル。あれ一回しか死んじゃダメなんで、結構きついかもしんないんだけども、まあ、行ってみましょうか。とりあえず、報酬見てみますね。一個だけ。狩人の契約。それでは、本日ラスト。シタデルのボス行きましょう。ワンパンはしないよ。ワンパンはなしで、行きます。結構きついと思うんだけども、OK。あー、きついな。ちょっと待って。よし、なんとか。キノコが欲しい、やっぱり。近接で行くなら。キノコいるわ。まあまあ、これオフラインでやってるんで、今は。なので、時間を止めることは可能だね。ちょっと装備を叩くときには変えて、やってみましょうか。多分ね、星寄るで、がっつり叩いてやると、速攻終わると思うな。OK。いいね。星寄るに、キノコとドラを合わせてやると、多分ね、速攻終わると思うんだよね。いけ。よし。やっぱきつい。やっぱきつい。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。危ない、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 危ない。これ装備をね、一回一回変えなきゃいけないっていうのが、ちょっときついよね。よし、危ねえ。怖っ。怖っ。ちょっと、エンダーマイとかさ、クリスタル持ってるやつが、ボロボロ出てくるっていうのが、めちゃくちゃ怖い。危ねえ。あ、でも意外と、この剣のワンパンで、パンチで蹴れるんで、いけるのか。よし、来い。行くぞ。エンダーマイト多いな。よし、OK。なんか弓でちょっとダメージを与えて。いいね。ダメージがあるところも、上に持っていったから OK。ここで耐えて、最後に、キノコドラでいただきましょう。はい、おいで。行くぞ。キノコとドラでぶったたく。どこだ、ドラ。行け。よし。嘘。お前戻るの早いって。あぶねえ。これ本当ね、ソロでだけだね。こんな戦いができるのって。オッケー。もう戻るの早い。一応エコーついてるから、そこそこの動きはできると思うんだ。じゃあここでキノコを一回使ってクールダウンさせて持っとけばいいか。オッケー。オッケー。おい、こっち来ないな。ちょっと戦う。おい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 、マジか。なかなかチャンスを与えてくれない。このままさ、カバンで倒そう。それが早いわ。よし、はい、オッケー。ぶったたく。それではシタデルの報酬なんでしょうか。あ、キャプテンいなかったな。キャプテンゼロ。あー、まあこんなもんか。で、アドベンチャーハブがちょっとね、今週難しかった。古代狩りがあと11回で、ミッションがあと65回か。ミッション完了は難しいけども、古代狩りはなんとか、11回だったらいけるかもしれないね。
そこまではなんとかクリアして、次のウィークリーチャレンジ行きたいと思います。はい、チェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。